モスクワの行政区画では、ロシア連邦の首都モスクワ連邦市の行政区画について記述する。モスクワ連邦市は12の行政区に分かれている。かつては9区でほぼ円形をしており、モスクワ環状道路がモスクワ市の境界線とほぼ一致していたが、2012年7月からゼレノグラード区、ノボモスコーフスキー区、トロイツキー区に相当する地域を、 地域に編入したために現在は、地域が、その約3倍に拡大している。中央区北区北東区東区南東区、南区,南,区南西区西区北西区、ゼレノグラード区ノボモスコーフスキー区トロイツキー区上記の、ゼレノグラード区、ノボモスコーフスキー区、トロイツキー区は2012年7月1日に、モスクワ市へ編入された。各区のさらなる区分けを以下に示す。中央区から、 ゼレノグラードクの10区では、さらなる区分けはと呼ばれていて、ノボモスコーフスキークとトロイツキークの2区では、さらなる区分けはと呼ばれている。バスマンに、焼きンカゼー、ゼ,ゼリバース、ゼー、ゼー、ゼー、ゼゼゼ,ゼリバース泥ゴミロボ、ファイ、ファイ、ノボモスコーフスキークとトロイツキーク、ゼファイ、リバース。ありがとうございます。